ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、限界ギリギリのプレイステーション2でお送りしておりますバイオハザードアウトブレイクファイル2実況プレイ動画、私ヤガミンことヤガミハヤトでございます。さあ、というわけで、前回までですね、ここの突破までが全部終わったわけでございますが、この状態で、コレクションかな、なぜ私は今キャンセルをしたんだ、コレクションを押してあげますと、まあもちろんながら、今までクリアした、さまざまな実績によるものがですね、これで解放されているんですが、この中に、ハードモードとか、殲滅っていうのが増えてるんですね。ちなみにあとこれね、AI のプレイヤーのキャラクターの数とかも変更できるんですけども、で、まあまあ、例えばじゃあこれで殲滅1を買いましょうとか、あと退治1を買いましょうっていうことをやると、これでエクストラコンテンツが買えますと。なので、あれですね、なんか、結構今時のバイオの、解放方法みたいな感じに見えるんですけど、っていうのが実はこのアウトブレイクファイル2にはありましたと。で、先ほど購入してあげたので、すると、こんな感じで、ね、エクストラバトル A1 とか、エクストラバトル B1 とかっていう感じで、いろんなボスキャラと戦えるようになりますよ、というわけで、殲滅やっていきたいと思いますが、今まではね、ロケハンをやっておりましたけども、今回は若干のお遊び企画でございますので、何が起きるかわからないぐらいの気持ちで、プレイしていきたいなというふうに思っておりますので、完全に、今日の動画分はおまけみたいなもんなんですが、この動画が、うちでずっと頑張ってくれたプレイステーション2の最後の動画になりますのであれだよ、わざわざ十何年前の 60GB のプレステ3を買ったわね。なんかもうね、HDMI でできるなと思って。さあ、エネミーの数が出てるので、これを全部やっていかなきゃいけないと。あ、大学かで、アサルトライフル、まあ、上にグリーンハーブがあるのは分かってるとして、あ、でマップの表示もないと。さあ、でハンドガンジエール弾、あ、アサルトライフルは弾がねえのか、困ったもんだね。で、まあもう一個のハンドガン SG は寝かせる感じでいいかな。あれかな、順繰りのマップ通りの進行で良いのならばという感じもあるのだが、でそこにあるのもアサルトライフルじゃないか。うん、でも、あー、なるほど、片方は弾があって片方は弾がない。もうこれあれだよね、なんかさ、こんなさ、銃が2丁とかある時点でもうローカル丸、なんかネットワークプレイとか対応した方がいい作りだよね、本当にね。そうしてくれたらね、なんかスイッチ版とかでさ、アウトブレイクファイル 1&2 とか出してくれてさ、ローカルプレイ、マルチプレイとか対応してくれたらさ、普通にやれんだけどな。いいよね、なんかアウトブレイク、なんかオンラインプレイのさ、配信をさ、みんなでやるとかさ、なんかいろんなね、広がりが見える気がするんですけどね。ただ俺ポンコツなんですよね、そうなっちゃうとね。間違いなく他の人の方が優秀っていう、音がリッカーっぽい音したな。で、ハンドガンマガジン SG、 クチュクチュ言ってたもんな。おーっと、待ってよいしょ。だいたい5発ぐらい。うい。消えな、あー、でもエネミーの数が減るか減らないかで、倒したかどうかの判定が取れるのか。さて、でもな、マップ内のしんどいな。エレベーターなんかどうせ来ねえでしょ。え、この広大なマップで殲滅戦やるの？結構あれだよね、なんか何、本編全域使えるマーシナリーズみたいなことになっちゃうよ。えげつねえぞ、リッカーだ、リッカーちゃんだ。当たってるで、落としておいて、まあまあまあ、お守りがいらねえか、そもそも。まだいるな。結構ね、バイオシリーズって音大事だったりしますからね。はっ、ちょっと待てよ、オッケー。やられ方気持ち悪いな。ようこ
なぜ陽子が陽子をやらねばならぬのだ。で、耐久値高くね？オッケー。で、2個回復アイテムあればいいかな。なのでこうしといて、でハンドガン SG、 あれだな、弾薬の補充すげえ大事だな。あれ爆弾か、赤い線見えたけど、デッキブラシか。なんか赤いワイヤー線が横にさ走ってるように見えてさ、これ中は入れなくていいんだよね。あ、中から上も行けんのか。あー、ちょっと一回で、鉄パイプ。そうだよね、実況プレイ動画ではずっと弾薬系の武器ばっかり使ってきたけど、実際問題で考えたら接近戦武器使って弾を抑えましょうみたいな話にもなるのかもしんないよね。いやー、ちょっとそこらへんはな、言ってしまうとノーマル難易度で陽子っていうのはね、あの言わせる人から言わせりゃゆとりプレイの方法で運用したからな。さて、あー、水が出てる後なんだね。おお、警備。ケビンの肉片が飛び散るのあんま見たくねえな。うい。で、あ、思った以上に弾が足らなくなる可能性があると思っていたら、よいしょと。で、これで、ここはあれか、1体の分取れますよってだけか。で、まあまあまあ、グリーンハーブとそれがあるだけ。なるほどね。いやいや、ていうかさ、マップのつながりおかしくない？これって地下1階の、地下1階のところからつながってるドアじゃなかった？だからマップが特殊になってるってことか。なるほど。ってことは、本来で言うと殲滅用に覚えていかなきゃいけないのね。いやでもあれだよね、そういう方がリプレイ性あったりするよね。いや、いいんじゃないの、いいんじゃないの。そっかそっか、よく考えたらなんか違和感あると思ったら、あれか、この時に心臓の音しながら次のマップの読み込みの場所が出てないんだ。うわー、不規則。いやでもな、どうせなんか配信するんだったら正直、おー、その位置はよくな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 い？そうなるじゃん、そうなるじゃん絶対。えい、お、早い早い、早いよ。で、鉄パイプ、いや、どこに何があるかが全然ピンとこねえな。このしんどさがね、ちょっとありますね。そう、おーっと、はい、27、残り27で、アサルトライフルマガジン、あー、マーク倒したか。で、一回ハンドガン使ってこうして、で、もう30発だよね、最大ね。だから弾の確保だな、槍。さてさて、ほう、あー、でさらにここにアサルトライフル、あ、これ動いてるように、あ、動いてねえのか。なるほど、じゃあここはこんなもんか。でも弾が多めにあったのはありがたいですね。ちょっとでもね、弾が、なんでしょう、あのこのねモードだと弾の残弾数ってすげえ重要な気がするので。でもあれか、これ今 NPC ないのか、よくよく考えたら。なるほど。で、そこにあるのは包丁、悪くはないけどね。で、アサルト、ハンドガンマガジン LG か SG か。ここは空いてない。
で開いてないとするならこっちから入る、こっちから入れなくては開かないってことはもうあの道は違いますよっていう明らかな明示だ。でここの扉も開かない。いやいや、つながりが分かるところと分からんところが激しいな。でも回復アイテムは結構過不足なくあったから、回復アイテムはまあ大丈夫かなっていう気がするね。さてさて、なんか足音すんな、足音するけどカメラが、犬か、犬だな。えい、あいつ詰まってんな、よいしょ。で、オッケー、奥側に最初に、おお、サンロットで、奥側の犬もやってる。なんか武器紹介じゃないけどこれは見たいっすね。なので、よいしょ、おお、もういいや。スタンロット、嘘やろ。あくまでそのいやっていうその方法なんだ。まあでも1回ぐらい使ってみたいね。じゃあスタンロット装備していきましょう。下側は確か本編でもアイテムしかなかったから、上か。いやー、でもペースが良くはないよね。こっちもグリーンハーブだけ。いや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 、だってな、ほんとこれどこに何があるか分かんねえし。だからあれか、ちょっとやってて分かったけど、殲滅って言っても敵をいっぱい倒しましょうじゃなくて、ダンジョンをくまなく探索しましょうモードだな。うわ、一番最初のあれに飛んだわ。バー、おい、つえー、すげえ、普通に2突きで終わりじゃん。で包丁か。でこれが開いてて、本来だったらあれでしょ、あの酒のさ酒造庫というかね、みたいなところから2階に抜けるシーンでございますわ。お？外？あー、動物園のステージ外だ。カラス？向いてねー、当たる。よいしょ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 、やめてやめてやめて。うん、そりゃ無理だよ。あ、待って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 、離せ。あれあれ、片方犬じゃなくてライオンか、もしかして。あ、長い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 、いや、そりゃそうなるべ。待てよ、あの鳥だよ問題は。よし、あれ超長かったの捕まれんの。これハンドガンか、アサルトライフルか。よいしょ、なんで分けて使っちゃうかな。でそこアサルトライフルマガジン、じゃあ少ない方使うか。でもこれでアサルトライフルマガジンが補充されてくる段階というか流れは組めたから、これあれかな、もしかしてもう一個の仮説なんだけど、ループ一生続くとかあるかな、ステージごとの。
で必ず扉が、双方向にある部屋が選ばれていて、それを経由していくことでどんどん新マップを読み込んでどんどん敵キャラをローディングしていくっていうような、なんかくまなく探すじゃなくて先に進んでたら勝ちみたいな。いやめんどくさ、よいしょ、おーっと2回目のケビン、2回目のケビン、よいしょと思ったら、これもしかして、あ、そうだよね、何これ、ハンマー、これあれだよね、警察署の行かなかった屋上だよね。あーでも今これによって必ずしや道の先に道がないことを証明してしまったか。そうだね、だってこれこっち行けねえもんな、戻るしかねえもんな。むずいな、あくまでくまなく探索型なのか、覚えてねえ。昔ね一回やってるはずなんだけど、マジ中3とかぐらいなんだよね、やったのが。大人になるとシナリオしか舐めなくなるからね。こっちから来たんだよね確かね。だから2階から移動できればまた違うマップに行けるんじゃない。よし、いやでもあれだね、過去にやった経験値は全部生きるよこれ。一番嫌なのがこの後にどっかでハマるパターン、敵が出ませんねっつって、おーっと、おいおいおい、オッケー死んだ。左上のねエネミーを見れば大体の察しがつくっていうのはいいルールですね。で、あれ？アサルトライフルマガジンだよね。え、なんか急にこの子リロードしなくなったけど。あ、マガジンが違う扱いを受けてたのか。なるほど。さあ残り16体、なんか5体ぐらいバーっている部屋がババババババってドドドドってできたらいいんだけどね。でもね、ほんとこのローディングなかったらめちゃくちゃ面白いよな。研究所？研究所だな。ゾンビの音か。まだ陽子が目視してない。おっと、いいよー、もう2体なんてケチくさいこと言わんともっと来てほしい。なんかあれなんだよね、どちらかというと今俺勝手に感覚でさ、小部屋側の部屋に向かってるっていうのを繰り返してるんだけど、別に小部屋に繋がんないんだもんな。ラクーンシティ警察署の東側オフィス、よいしょ、ではです、ドンボン。残り12体、だ本当はさ入りたいのは東側オフィスなの。でも東側オフィスに繋がるわけじゃねえもんな。いや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 、なんかアドリブ力だねこれはね。次どこの部屋行くんだろう、どこの部屋行くんだろうの繰り返し。大学1階？帰ってきた？え？ランダムではない？東側オフィスの扉を開けたらお前スタート地点で、お前なんか千と千尋じゃねえんだからさ、扉の向こうはなんかスタート地点でしたみたいな感じやられても困るわ。さて
まあそうなるとどうせそっちに繋がらないだろうけど L 字廊下側だよね向かいたいのは。で一回よいしょこの時点で違うまあいっか。でよいしょ今リロードした。さあ残り12体。まあ、サイの悪あれ最初のスタート地点から2階のドアがあるから2階のドアが行ければ違う敵にも会えたりするんじゃないかな。さてと思ったらこれバーカウンバーだな。いやつながりがわからんな。バーの1階に降りてみるか。まあ、バーの1階にはきっと降りれないんでしょうけど、きっとバーの1階ではない違うどこかにたどり着いてしまうんだろうが、これ大学の階段だな。3階から2階通路か。いや待て、このここやったぞ。うわー若干ループし始めてる。であのドアは入ったから、まあ、ここは入れねえわな。うわーってことはあれだ。で1階は下がれないから、マップとマップのつながりをなんとか記憶を思い起こしてクリアするしかないね。これねしんど。それこそこことかもね多分ね開けてないドア自体はあるんだよ。開かねえんだ。でもそうなるとドアここあと1、2、3しかなくて、こっちから待てよ、これかな。違うな。いやでもこれ今どっかと合流しちゃうぞ。さてそうだよなこれ。どこだ。でまあここ自体はこの1個奥の扉が開けば、確かあれ奥側から手前に来たから、奥側から手前に来たから多分こっち側はまだ開けてないはず。問題はあとは敵の数が14体ピッタしかいないのかそうじゃないのかだな。それが分かれば必然的に走るコースが見えてくるかなってとこなんだけど、残り10体アサルトライフルマガジンこうして、でこうだな。でカラスの鳴き声が聞こえるからボーナスはありそうなんだよな。ああ動物園外だ。動物園外の、あーごめん見えてなかった。もうカラスに夢中だった。カラスと戦う場所ここじゃねえだろ。だからここら辺で止まって、よしでアサルトライフルマガジンか。じゃあこれをこうして、でこれをこうして、よしで本来で言うとあれゾウのステージ外かな、そっち側の方に行ってって感じだね。8体でも全然違うマップの、おな懐かしいな。おい1個前のパートでやったな、ここ。7いた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 。6、あ嘘、出血か、出血か重症か判別がしづらい。でいいっすね、来れてんなこっち。詰まってんのか、
足音的にはダッシュしてる音に聞こえたんだけど、どこでダッシュ聞こえてる？そこの裏？おい、でグリーンハーブ持っといて、ねえ、本来だったらね、この時点だとタイマーが2分ぐらいで回ってて、抱きかかえながら先に進んでくっていう展開をね、前回やったところなんだけども、あと5体マップの切れ目的にはまだ逃げ道もあるしな、近いよ。でもう1体いる、いるが、これダメージ覚悟だな、そうなっちゃうもんな。意外と食らわない。さあ残り3体で、もうハーブなんてめんどくさいことはやめて、こうやな、でこうやな、はい、でまあ弾的にはもう無視していいか。あとはこれがあれだよ、つながってる合流路の先に行かないことを祈るだけだね。もう一回探索したとこにつながられても、うーわ、それが一番の恐怖だったよ正直。あ違う、ここ扉一個しかないんじゃなかったっけ。結局右側にもう一個あったっけ。これそうそうそう、これぐるっと回ったところで確か2個合流路なんだよね。だからそう考えるとさっきの動物園の外からなんだ、あの自然園というか植物園の方に向かっていった時に知らないドアにたどり着ければクリアも見えてくるし、最悪迷子で終わる可能性もワンチャン残ってるっていう恐怖だな。よいしょ、頑張れプレステ2。もうたまに音楽が止まることは今この場では俺は言及せんので、さっきの通路から戻って戻ってで2部屋戻ってさっきと違うルートに行ってみましょう。違う部屋行ったらいいな。3だったらワンチャンまだ倒してない部屋が1箇所あればその部屋で3体で終われる。今平均して1部屋3体出てるから、まあ実際には 2.4 体ぐらいかな。2体の部屋と3体の部屋が入り混じってるっていうのがまあ本当の感想だけど、なのでうまいこといけば終われるのではないかなっていう感じですね。いや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 、あのね、ほんとね、今回この動画見てる人って部屋の探索とこのナウローディングの画面をねほとんど交互に見てしまってるから、ローディングクソ長えなっていう風に感じる方も絶対いると思うんだけど、一個だけ覚えておいてもらいたいのはあれなんだよね。マジでこのローディングなかったらこのゲーム化けるんだよね。だからね、なんかあれだよね、オープンワールドみたいな一つなぎのマップになってるところでアウトブレイクできるのが最高な気がする。それができたらね神ゲーだと思うのよね。待って、これで終わりじゃねえか。あと1体いたらクリアなんだが、この構造はいないだろう、この構造はいないだろう。さてこの位置探しをしなきゃいけなくなりそうですぞ。いやいやいや、こっからさすがに無言早送りだぜ。もうね、なんか30分間のこのローディング時間のつなぎには限界があるね限界があるね。どこなんだろうな。でもあと1体で終わりなんだよな。鳥が1匹飛んでたら終われるんだよ。いねえもんな。というわけで探していきましょう。
3分を切ったら残り時間が見えなくなりました。そしてマップの検討もついていない状態ですね。でまさかの右上のタイマー隠さんでええやろ。どこだマジで。もうずっと同じところぐるぐる回ってるよ。だからあれなんだ、このランダムにも見える特殊なマップのつながりを理解して全ての部屋の散策ができたらクリアなんだよ。あーまたこれあれだ、警察署の方行くやつだ。いや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 、どこにあんだこれ。またこっか奥開いてねー。今扉見つけて歓喜だったよ完全に。ここの階段降りても大学施設、じゃあ病院施設の1階だもんな。どこだ。こっちも違うもんな。いやピンとこねえ。もはやスタート地点だもんな。最後の1体になったら正面玄関が開くようになって、正面玄関外にゾンビが1体いるんですよ。どうですかそれで。だから絶対開かない絶対開かない。マジでどこだ。何気に40分やってっからな、終わらせてんだけど。いやーでもまあ、あんま時間ないだろうな。だってこっちがさっきの大学の通路とつながっちゃってるから、こっち、あ違うわ。で上側は上側としかつながらんやろ。でこれがなんか途中のどっかで、これが大学の1階。あっ、陽子エネミーゼロのやられた時みたいな演出で終わっちゃったな。さあ、というわけでございまして、クリアできませんでしたね。今の性質が分かった上でもう一回ドア玉からしっかりと考えて動いていけばもうちょっと可能性があったのかなと。 94% ですね、というところでございました。という感じでですね、アウトブレイクファイル2は終わった後もいろいろなコンテンツが遊べるようになっているので、結構ね、本編終わってキャラクター分のエンディング見てとかやってると、かなり時間がね、潰せる面白いゲームなのではないかなと改めて思いました、ね、もしもご興味がある方がいたらでしたらね、ぜひともですねやっていただきたいところでございますね。退治とかもね、ありますが、ちょっと今回はねもうちょっとお時間の都合上終わっていきたいなと思っているところでございます。というわけでございまして、バイオハザードアウトブレイクファイル1、そしてファイル2、皆さんにとってはどのように映ったでしょうか。本当にね、何回か動画中に言いましたけど、早すぎたタイトルだったなと私個人としては思っているところです。というところでございまして、またですねいろんなタイトルやっていきたいと思いますが、とりあえず来週からはバイオハザード8ビレッジね、ついに最新作に手が伸びるというわけでございまして、こちらの方お送りしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。というわけでございまして、ここまでのお相手は私ヤガミンことヤガミンハヤテがご案内してまいりました。ここまでご視聴いただいた皆様どうもありがとうございました。というわけで See you next title stage. バイバイ。